恐ろしいことになってしまったの。まさかこの痩せの里に外の者が忍び込むとは。姫はなぜ目を覚まさぬのじゃろうな。見たところ外傷もなかったようじゃし、そろそろ気がついてもいい頃じゃと思うが。毒を飲まされたんじゃろ。それで半ば死んだような状態になっておるのじゃよ。よほど強い毒を飲まされたのじゃろうな。人間であればすぐに死んでしまうほどの強い毒を。飲まされた毒の正体がわからぬことにはどうにもできんの。わしらにできるのは姫の体力が毒に勝ってくれるよう祈ることと解毒の方法を探すことくらいじゃ。他の棟梁たちに気づかれてしまったら今回の話は台無しになってしまうの。だからあなたに頼んでいるのよ。何も言わず私に従って。お願い。まことに奇妙な話じゃの。その賊とやらは人間の身でどうやって結界を通ることができたのか。ん？どうしたのじゃ？興奮しておるようだがの。鳥居の近くで怪しいものを捕まえたらしい。ほい、行くぞい。お嬢はここに残って姫の様子を。お嬢、怪我も癒えておらんのだぞ。今は留守番をせい。姫のそばについていなさい。
だから俺は何もしてないって言ってるだろ。いい加減解放してくれよ。解放して欲しかったらさっさと正体を明かせって言ってるだろうが、何の目的でここに入り込んだ。なんでお前にそんなことを明かさなきゃならないんだよ。俺だってこんなところに来たくて来たわけじゃないのに。やっぱりこいつ姫を襲った族の仲間だよな。ちゃっちゃと吐かせようぜ。落ち着きなさい、千歳。まだ彼が姫に害をなすものだと決まったわけではないでしょう。じゃあ、散歩してる途中で偶然ここに迷い込んだとでも言うのかよ。話はちゃんと聞きなさい。疑っていないわけではありません。決めつけるのは早計だと言っているんです。さっきの賊を探しにここに来たら、こいつが近くをうろついてるのを見かけたんだよ。で、話を聞こうとしたら逃げ出そうとしやがったからとっ捕まえたんだ。やましいことがなきゃ逃げようなんてしねえはずだからな。俺は何もしてない。いきなり犯人扱いしてきた、そっちが悪いんじゃないか。犯人扱いじゃねえ、犯人だろ。じゃあ、あいつを手引きしたのがこいつなんだろう。で、あいつを逃がすためここで時間を稼いでたに決まってるじゃねえか。お嬢の言う通りじゃ。この者が姫を襲った族と関わりがあるとは限らん。だが、お主にも疑われるに足る理由があるのも事実じゃ。なぜここに来たのか、理由を明かしてもらわねばな。痩せ姫に呼ばれたから来たんだよ。見えすいた嘘を言いやがって。やっぱり、こいつの言うことは信じられねえな。俺は嘘なんて言ってない。あんたらの間でどういう説明をされてたかなんて俺が知るはずないだろう。どうしたんです？何か知っているんですか？何か事情があるかもしれませんが、今は気球の時ですよ。姫を襲った賊を捕らえるため、私たちは一刻も早く事態を把握した方がいいでしょうね。それともあなたのせいでその機会を失ってもいいのですか？はて、なぜ我々に秘密にせねばならんのじゃろうな。まあ、今姫に直接尋ねることはできそうにありませんから、推測するしかないのでは。その一助とするために彼には正体を明かしてもらわなくてはなりません。それはあんたたち側の事情だろう。俺の方には名乗らなきゃならない理由なんてないぞ。まあ、
それでも構いませんよ。問答無用で犯人扱いされても構わないというのであれば、どうぞお好きに。千鬼丸。な、だけですか？姓は？まさか、姓を明かすことはできないなんて言葉を発しても、許される立場だと勘違いしているわけではありませんよね。まあ、決まってはいませんね。限りなく黒に近い灰色といった感じではありますが。いつもならばこのような無礼な真似はせぬのじゃがな。すまんが姓を明かしてくれ。姓は初霜だよ。初霜？元十二騎手の初霜一族の者か。我々十騎手はほんの900年ほど前までは十二騎手と呼ばれていた。じゃがとある事情でそのうちの二家が除名され、今のように十騎衆となったのじゃよ。その時に外されたのがこの者の一族、初霜一族じゃ。東大の八瀬姫から手紙が届いたんだ。俺たちの一族に伝えなきゃならないことがある。初霜一族の今後についても話し合いたいってな。証拠はあるのか？あるよ。こいつが八瀬姫から届いた文だ。なるほど。これは確かに姫の字じゃな。姫からは以前、初霜一族について相談を受けたことがあるからの。その話をするために呼んだのかもしれんの。それは、どんな相談だったのですか？初霜一族をそろそろ十騎衆に復帰させてやってはどうかという話だ。俺は時期尚早だと反対したのだがな。あとはまあ、昨晩我々にしたのと同じように、人の世の戦に関わるなと忠告するつもりもあったのかもしれませんね。だからってこいつが犯人だって疑いが晴れたわけじゃねえよな。十二騎士を辞めさせられてるってことは波紋くらいじゃ済まない。お前はぐれ鬼の一族だろ。はぐれ鬼なら姫を恨んでいても不思議じゃねえしな。そんなの知るはずないだろ。俺たちがはぐれ鬼になったのは何百年前だと思ってるんだ。それにこんなところ俺だって来たくなかったさ。でも八瀬姫がどうしても来いって言うから来てみたらこれかよ。
お嬢、お主はどう思うのじゃ。少しは分かってきたみたいだな。お前も見かけによらず頭が回るじゃねえか。決めつけるのは早計ですよ。視力と洞察力が決定的に足りないお二方。なんだよそりゃ。どういう意味だ。あなたにこういうのは魚に地上で生活しなさいというのと同じことだとは思いますが、落ち着いて考えてください。他にも疑わしい者が2名いるでしょう。ようやく気づきましたか。もしかしたらこのままずっと彼らの存在に思い至らないのではないかと不安になってしまいましたよ。先ほどからどこを探しても見当たらないのです。楽しいお散歩か山歩きの最中ですかね。この彼を疑うのであれば、あの二人にも同じように疑いの目を向けなければ公平とは言えませんね。そもそもこれだけの一大事だというのに姿を消してしまっている時点ですでに怪しいですし。ひとまずかの者たちの行方を追って事情を問いただすしかなさそうだな。俺はどうすればいいんだ。疑いが晴れたわけじゃないってことは帰っちゃいけないんだよな。すまんが、今しばらくここで過ごしてもらうことになるの。賊を見つけるまでの辛抱じゃ。賊を見つけるまでってそう簡単に見つかるのかよ。たく、こんなことならわざわざ来るんじゃなかったぜ。あの族が一体何者なのかはわからねえし、和武や和也がどういうつもりで里を抜け出したのかはわからねえ。俺たちがいる時に八瀬の里への侵入を許しちまったとなれば、十騎衆の名折れもいいところだからな。あなたと同じ意見なのは甚だ不本意ですが、まあ間違ったことは言っていませんね。まずは和也と和武の居場所を突き止めねばならんな。お嬢、銀王にも探してもらうとしよう。お、戻ってきたみたいだぞ。北東ということは琵琶湖の方角かの。沢山かそのあたりか。
なるほどの。伏見の方で和也を見つけたと。行って確かめてみる余地はあるかの。あんた、本当にそのスズメの言葉が分かってんのか？無駄足踏まされるのはごめんだぞ。わかるに決まっとるじゃろう。わしが生み出す式神は十騎衆一じゃよ。本当かよ。その緊張感のねえ声で言われると信じていいか不安になっちまうな。少なくともあなたの山間よりはよほど信用できますよ。つまらない心配などしなくてよろしい。なんだよその言い方。俺は十騎衆の一員として。つまらぬ言い合いは後じゃ。ひとまず二手に分かれて伏見と沢山へ向かわねばの。わしは伏見へ行くことにするか。しん、共に来てもらっても構わんかな。わかりました。お供しますよ。それじゃあ俺は沢山に行きゃいいんだな。俺も共に参ろう。潮見にはここに残ってもらい、その小僧の見張りをしてもらうことにするか。気を使ってくれてありがたいの。お嬢、お前はどうするのじゃ。構いませんよ。我々の足を引っ張らないように気をつけてくださいね。シン、あまりお嬢をいじめぬようにな。それでは我々も行くことにするか、千歳。おう、それじゃあな。